ふいう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 いまた例のごとくこんな登場ですが、よいしょっと、ふい、皆さん、こんにちは、こんばんは、安幸でございます。今日なんですけれども、今日はこちらが届きましたので、こちらを開封していきたいと思います。前回ね、さよならレンズってことで、もともと持っていたアポズミクロの 75mm、 こちらを、さよならすることにしまして、新しく、その代わりに僕が挙げていた、3つの課題、こちらを解決できるレンズの方を、再度、購入することとなりました。はい、ってことで、じゃあ、早速ね、開けていきたいと思います。ちょっと俯瞰でね、撮影しながら行こうかなと思います。はい、じゃあ何のレンズを買ったか、皆さんに見ていただきましょう。はい、こちらですね。よいしょ、ダンボール解きましょうか。はい、まだ見えないですよね。はい、モザイクかけてちょっと見えないにしようかな。はい、じゃあ来ますよ。こんな感じでいいかな。はい、じゃーん、裏側かな。はい、こちらですね。まだモザイクかかってるかな。はい、こちら、今、モザイクかかってると思うんですけど、フードがついてますんで、ちょっとフードを取りますね。取れるの？取れない。あ、蓋取らなきゃいけないのか。じゃあこれで蓋を取らせていただいて、はい、こちらですね。はい、まだモザイクかかってると思うんですけど、こちらをね、購入してきましたというところです。はい、じゃあちょっと正面のカメラに、映らせていただいて見ていただきましょう。こちらになります。これ何と思われる方、いらっしゃると思うんですけれども、こちらですね、ライカの、ズミルックス 50mmF1.4 の、L マウントのレンズでございます。はい、ということで、私がアポズミクロの代わりに、購入したレンズというのが、こちらのレンズでございました。でもこれね、新品で買うととんでもない価格するんですけれども、安く購入することができたので、世の中にもね、これ、中古であんまりないんですよ。ヤフオクとか、マップカメラさんの中古とか見てもないレンズなんですね。購入してる方もかなり少ないとは思うんですけども、少なからず、いつもね、こうアポズミクロンとかは市場にはあるんですけれども、こちらは全然市場にないという、代物でした。はい、じゃあちょっと物を見ていきましょうか。こちらですね、重さとしては1キロ以上あります。信じられないでしょう。こんな重いレンズ買ってどうするんだお前はって感じじゃないですか。文句言わずにちょっと聞いてください。でこちら防塵防滴で F1.4 ということで、アポズミクロンの F2.0 よりは F 値が低く、ぼけやすいと。防塵防滴なので、そんなにこう激しい雨ではないんですけど、雨の日、雪の日、霧の日というところが対応できるというレンズです。でこちらライカーですね。ちょっと開けてみましょうか。はい、見えるかな。綺麗ですね。はい、多分ライカの、ズミルックスの 50mm、ズミルックス全場通してですけども、オートフォーカスが効くズミルックスって多分これだけのはずです。あとはマニュアルレンズですね。ライカと書いてあるレンズカバーですね。あ、ここゴムでできてます。はい、裏は樹脂でできていますね。はい、これはどのレンズでも同じかなと思います。はい、じゃあこちらですね。はい、レンズ綺麗です。シリアルナンバー隠した方がいいのかな。はい、
ライカの、はい、レンズでございます。ここに、ズミルックス SL、まあ、1.4 50アスフェリカルということです。はい、こちら、オートフォーカスについては中のレンズが動いて、フォーカスが効くという形なので、この伸び縮みはしないですね。まあ、ズームレンズでもないですし、こちらは早速なんですけども、フィルターの方をつけていこうと思います。で、フィルターは、こちらが、まあ、今のところ一番いいよっていう、あの界隈での話題ですので、こちら購入しました。健康さんの、ゼクロス2、4K 8K 対応で、特に僕が気になったのが面反射っていうところですね。開放の状態で、逆光の撮影をするときによくゴーストだったりモアレがかなり出やすいと。この面反射が高いとレンズとしては逆光耐性が強いんだけども、フィルターをつけることでモアレだったりゴーストが出てしまうという欠点があるので、この面反射っていうところはなるべく値が小さいものを選べたいと思っていました。で、まあ、当然、撥水コーティングもされていて、ホコリや、汚れがつきにくいというものになります。じゃあこちらつけていきましょうか。おこんな感じですね。はいはいはい、あれ、これつける方がもう上に向いてんだ。ちょっと画角変えますか。ちょっと引かせていただきました。はい、じゃあまあ新品じゃないんでね、中古なんで、もともとカバーはついてないもんですから、しっかりホコリを払ってつけていこうと思います。こちらもですね、一応、フィルターの方も、拭いてホコリを飛ばしていきたいと思います。はい、いいかな。はい、いい感じです。すごい綺麗。はいはい、つきました。ということで、はい、こちらを今度 S5 Mark II につけて、ちょっと、バランスを見たいと思います。まあ、こちらレンズだけで1キロ超えるんでね、本当にバランスはおかしくなっちゃうとは思うんですけれども、ちょっと試していきたいと思います。これ本当つくのかな、あ、レンズカバーつくのかな。あ、つきますね。あ、いいじゃんいいじゃん。はい、よかったです。じゃあこちらもちょっと撮りましょうか。はい、じゃあ今度、正面のカメラだけにさせていただきましょうかね。はい、はい、ってことで今、マーク2は撮影しているので、S5 の無印の方を、持ってきました。で、レンズは、先ほど紹介した、ズミルックスの、50mm で、こちらを取り付けていきたいと思います。いや、こちらですよね。はい、取り付けれましたと。このライカのズミルックス、マウントアダプターを返さずにルミックス機につくというのは本当に SL レンズしかないんですよね。で、まあ、オートフォーカスも当然効きますということで、どうですかこのバランス。いやー、レンズでかいな。どうだろう。こちら、レンズですね。ライカのレンズで、こちらが、はい、S5 これ、Mark II ではなくて無印ですけども、あの筐体ほとんど大きさ変わらないので、参考にいただければと思いますけども、こちらにこの S5 にズミルックスの 50mm つけてます。いや、若干バランスがやっぱ悪い。あー、
かなり、前が重くなっているバランスになってしまってますが、かっこよさはバカかっこいいです。はい、フォーカスリングも、まあ、かなりスムーズですね。はい、いかがですかね。あ、でも重い、まあ重いのは覚悟してたんで、もう僕重くてもどちらかというと、画質優先で考えてます。どうですか、この黒光りした感じ、かっこよくないですか。で、このカバーも撮ってみましょう。はい、 F1.4 っていうところからもやっぱレンズでかいですね。このね、直径が、あの今まで使ってたレンズでは見たことないぐらい径が大きいです。はい、でまあ重さとしてはもう2キロ近くになってしまいますが、まあ僕はもう根性でこちらを撮っていこうと思います。で、用途としてはあのスチルメインで使っていこうと思います。まあ動画の方はね、キットレンズであった 50mm の F1.8、まあ、ジンバルに載せたり、まあ、動画動きのある、映像を撮ろうと思った時にはやっぱ撮り回しと軽さっていうところが重要になってくるかと思います。で、あの 50mm の F1.8 のキットレンズ画質としてはすごくいいので、まあ、全然動画としてはあの使えるかなと思っていますので、あちらは動画メインで、こちらは、スチルメインということで、いきたいと思います。はい、いやすごいわ。はい、オートフォーカス効きますね。はい、あれ、フード忘れてたじゃん。フード、ちょっと待ってくださいね。フード、はい、でかいな。こちらも、レンズについていたフードになりますね。はい、でかい。こう中がね、こう見えるかな、見えないですよね、すいません。あの中がプラスチックのままじゃなくて、なんかアルカンターラみたいな形で反射を抑えるような、生地があの貼られている感じですね。じゃあ、まあレンズだけでも大きいのにこのフードつけたらどうなるんだって感じですよね。はいはい、でかいわ。どうですか、こちら本体ですよ。本体の何倍の大きさよってぐらいレンズが大きいですね。ルミックス S プロの 50mmF1.4 僕持ったことないんですけども、それより大きいんじゃないかな、やっぱフードつけると。はい、という感じでございました。うわ、このね、あの重いんだけど高級感やっぱすごいですね。あと堅牢性、要はなんていうか丈夫さっていうのがこう外観からもすごく伝わってきます。うん、あのレビューにもあの書いてる方いらっしゃったんですけど、アポゾミクロン、この SL レンズはアポゾミクロンより、ズミルックスの方が若干オートフォーカス遅いかもというレビューがあったんですけども、まあ、ファームウェアは、ファームウェアどうなってるんだろう。あ、ファームウェアは今一応3.0 最新ですからね。一応最新にはなってそうなので、まあ大丈夫だと思うんですけど、あーオートフォーカス若干遅いですね。で、今回のこの 50mmF1.4 のレンズ、なぜ僕がこのライカを選んだかというところです。まず価格の面でですね、今回取引させていただいた価格としてはルミックスの S プロ 50mmF1.4 のレンズと、まあ、価格がそれほど変わらなければライカのレンズに行こうかというところが一つですね。で、もう一つは、こちらを見ていただきたいんですけれども、シグマさんとパナソニック、そしてライカと、3社からこの L マウントについて、50mm の F1.4 という、レンズが出ております。で、こちら断面を並べているんですけれども、断面がですね、あの各社、レンズの構成が異なっているということがございます。あのシグマさんがね、OEM でライカが出しているというレンズがたびたび噂でもございます。まあ、それは断面を見比べた時にシグマさんと、ライカさんのレンズ構成があのビタビタに一致すると
というようなところから、まあ、OEM だろうというような話も確実性があるかなというところがございましたが、今回この、3社の 50mmF1.4 のレンズを並べますとどうでしょうか。断面としては各社それぞれレンズの構成だったり位置みたいなのが違うんですよね。で、要するに、こちらの 50mmF1.4 はどこかの OEM 製品ではなくてライカオリジナルで光学設計したレンズということになります。で、シグマさんの OEM が悪いと言ってるわけではなくてライカに採用されるほどですからとても技術力があって写りもいいという証ではあると思うんですが、まあ、僕はどちらかというと、昔からこう作ってきたライカの思想で持ってできている光学性の有したレンズというところにすごく憧れというものがあったので、まあ、価格というところと今回合致したものですから、こちらのレンズを、購入させていただきました。まあ、多分、ライカのオリジナルのレンズだと思います。で、ライカさん曰く、まあ、こちらの、レンズの光学性能としてはカメラでいう1億画素まで対応できるというお話もありましたので、この後ですね、もし、ルミックスの S1 Mark II、S1H Mark II、S1R Mark II みたいなものが出てもし僕が手にしたとしても多分まだこの1億画素には達しないであろうと思っていますので、かなり長くこのレンズを使えるんじゃないかなと思っています。ということで各社 50mmF1.4 のレンズございますが、ライカ社を選択させていただきました。はい、で次回より、まあ、このレンズね、どういうところが、まあ、すごいかなとかどういうところダメかなっていうところも少しお伝えできればと思います。興味のある方はグッドボタンと引き続きチャンネル登録して見ていただければ幸いでございます。ということで、本日の動画は以上にさせていただきたいと思います。ご視聴のほどありがとうございました。失礼します。